今日はお食事会がこのあと夜、あります。これは毎月やってるイカヒコ食事会、あ、季節の食事会っていう、名前でやってるもので、まあ月に1回僕がね食事を作ってそれを食べると、まあいう、まあだけの回です。1人いくらだったっけな、5000円だか6000円だか、するんだけどね。今日も13人予約が入ってたかな。かれこれね、食事を作って久しいですね。もう6、7年、7、8年ぐらい、こういう食事会っていうのをね、ずっとやっていて、まあ増えもせず減りもせず、まあ続いてるんだけど、でもね、作ってる中身については随分進化、まあ進化かどうか分かんないけど変化はしてるなって思うね。やっぱりその時その時、まあの、まあ自分の中での意識っていうかね、課題みたいなものが反映されていて、今はねもっぱらやっぱり野菜っていう、野菜もそうだし肉もそうだし、まあ素材っていうものだね。何か映えるみたいなものを作ろうとしていたというか、まあ今も意識はしてるんだけど、映えるっていうかその彩りみたいなものは、だけどまあそういうことよりも素材そのものの持っている、良さ、まあ、特に、調味料で言えばあまり砂糖を使わないようになってる、油を使わないようになってる、まあそれは僕自身が年を取ってるからっていうこともあるだろうけど、なんかそういう意識っていうものはすごく持つようになっていて、あとは、まあそのこの季節の食事会の方はどっちかっていうと、その毎日お弁当作ってるのが日常のね、けなら、こっちの方は晴れなので、使う材料とか炭火焼きでね、炭をこして肉を焼いたりとか、まあいろいろできるじゃない。だからね、まあ好きでやってますけど、こういうものにね、来たいという人は、来たいわって思ってください。はい、それでは、今日の話題は、その食事会に関連して、冬野菜は油菜についてね、冬野菜は油菜って まあこれはこのラジオを聞いてる、案外最近ねこのラジオも誰がどう聞いてんのか、数字に信憑性があるのか分かんないけど、ちょこっとね聞いてる人がいるみたいなんで、それでも1万とかさ、数千とか10万とかそういうんじゃないよ、本当に少し聞いてくれる人がいるんだけど、っていうことは僕が思うに、これを僕のことあまりよく知らない人、もしくはラジオでしか通じてしか知らない人が聞いていると思うのね。だって数百なんてお食事会にも来ないから、
だからどこの誰がどうやって聞いてんだか、まあ本当に聞いてんだかわからないですけど、何の話だっけ。ああそうそう、冬野菜は油あのね、あの野菜を買うにあたってね、まあ野菜を自分で作って食べれれば、まあそれに越したことはないといえば越したことはないけど、実際でも野菜ってその取れたてが美味しいかっていうとそうでもないのよ。野菜取れたてが、例えば顕著なのは根菜類だね。芋とか人参とか、雪の室っていうのがあって、例えば芋なんかでも、まあじゃあ雪が降っていて、その雪の下に、まあ、土があるわけじゃない。この土に穴掘ってそこにじゃがいもを入れて春まで置いといた方が、じゃがいもは甘くなりますよ。それは人参もそう。なんかこの寒さに耐えようと思っているのか、そのまあちょっとねブヨッとするんだけど、まあでんぷんが糖に変わるっていうのかな、甘みに甘くなるっていうことは、間違いなくあって、だから自分で畑を作ってもね、野菜を買わないっていうわけにはいかないと思うよ。うん、だって大根作っても毎日大根ってわけにいかないからね。で大根、その畑を作るってことは少ない種類の野菜しか作れないから、まあ作れたとしても時期が重ならないから、だから結局まあ野菜は買ってくる、もしくはそういう物々交換も含めて、まあ誰かとの交流をしないとね、食卓っていうのは彩りよくならないからね。だから自分たちで畑作ろうと思ってもそれだけで完結することはないので、いろんな野菜のことについて知っておくことはとても大事だなと思うんだけど、冬野菜っていうものね、例えば冬野菜も知らない人いるかもね。だってもう本当にスーパーで見たら全部一年中売ってるから、何が冬野菜かも分かんないでしょうけど、まず冬野菜って言ったらね、大根、白菜、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、小松菜、ほうれん草、まあそんなどっか、まあまあまあそんなもんだね。まあトマトなんかも売ってるからね、なんかもうわけわかんないけど、まあそういうものがいわゆる冬野菜との代表ですよね。でこういうものは今言ったものすべて、まあほうれん草以外は油中の植物なんですよ。で、よく菜の花って言うけど、菜の花っていう野菜はないからね。菜の花なんだから。菜の花っていうのは油中の植物の花を全般的に言うわけよ。で油菜かっていうぐらいだから、油菜、油が取れるわけよね。だから菜の花の種、菜種オイルっていうでしょ、菜種油って。だから油菜かっていうものはまあ油を取るのにまあ適してるじゃないのかしら、まあ、名前の由来から言えば。だから大根の葉っぱの、大根のなんだ花
もうまあアブラナ科の花だからみんな菜の花に近い感じだよね。でその種はね、大根が辛いように辛いわけよ。だから、マスタードっていうのはアブラナ科だからね、まあそういうことね。でこういうアブラナ科の野菜をね、まあ何、まあ、辛み成分があったり、油が取れたり、っていうことがあるんだけど、このまあ野菜がいいって言ってももうこの油中ばっかりなんだよね。で油中っていうのはね、肥料はやればそのどんどん大きくなる、だから収量が取れるっていうことがあってね、まあいいんだけど、だけどみんな似たり寄ったりの栄養素なんですよ。それとその味がねどうも似てる、まあ、こういうこと言うと分かんないしって言われちゃうかもしれないけど、キャベツとさブロッコリーと大根と白菜と小松菜とチンゲン菜と水菜ってのはなんか似てんだよね。でその辛み成分、大根の辛み成分っていうのが、ルッコラもそうだよね。でわさび菜って言われてるのもそう。こういうものはねみんなどっかその辛み成分っていうのが含まれているので、どこかねまあ似ています。でこの科でね野菜を見るってことはとても大事で、例えばさっき言ったほうれん草、これほうれん草と小松菜っていうのは一見似てるんだけど、まあ俺からすれば全然似てないよ、似てないけど、まあパッと見てる人は似てると思うよね、小松菜とほうれん草って。まあほうれん草の方がちょっとえぐみがあるから、えぐみのない、ほうれん草が小松菜だと思ってるぐらいの人いるんじゃない。でもこれはねほうれん草ってのは赤坂なんですよね。でその他に、例えばシソ科の植物っていうと、そうだな、ラベンダーなんかもそうだね、ハーブ系のものはそうですよ、シソ科のもの、それとかあとキク科のものっていうと、まず春菊とか、レタスなんかもそうだね、キク科の植物だよね。それと豆科の植物って言ったら、まあエンドウ豆、インゲン豆、さらに大豆、こういうものが豆科の植物でしょ。で芋科、あ芋科って言ってもね、里芋科のことだね。同じ芋科って、じゃがいもは芋科ですかっていうと、じゃがいもはナス科だからね。だからナスビとかピーマンとかトマトとかじゃがいもっていうのはナス科の植物で、だから芋科って言ってもじゃがいもとさつまいもは芋科じゃないから、だから里芋科ね。でイネ科の植物って言ったら、まあお米、まあ、あとトウモロコシで、ユリ科の植物っていうと玉ねぎとかニンニク、アスパラとかもそうかな。あとウリ科の植物って言ったらカボチャ、キュウリ、何やね、まあいっぱいあるか、ズッキーニ、じゃあズッキーニは違うな、あズッキーニもそうか、ズッキーニもそうだね、まあヘチマ、まあまあいっぱいあるよ、ウリ科の植物、まあスイカ、メロンもそうだし、あでちなみに人参ってのはセリ科だから、
人参の葉っぱっていうのはね、ちょっとセリの味がするよね。人参と三つ葉とかいうのはセリ科だね。あ、ごぼうはね、キク科ですよ。で、さつまいもっていうのはさっき芋科じゃないの。さつまいもって昼顔科だから。だからさつまいもと、あ、なんだ、朝顔とか花そっくりでしょ。だから同じ芋でもさつまいもは昼顔、じゃがいもはナス科、里芋は里芋科、まあっていうことで、ことなんだよね。で、まあそういうものをなるべくまんべんなく、お弁当に入れるようにしているんですよ。だからお米があって、人参、セリ科の人参を入れる、なるべく油中は2種類ぐらいまでに留めておく。だから大根とカブとかね、ブロッコリーと、まあルッコラとか、まあ水菜でもいい。でそういう風に、その科で野菜を見るっていうことはさ、まあとても大事よ。だけどこれお金をね、またそのいつもの世の中をお金だからさだからお金ってだけ考えたら、油中っていうのは作る方としてはね、農家の方としても、まあ収量上がっていいんだよ。まあ収量上がりすぎちゃって、買う方もね安いんだよ。大根なんてもうこんなの採算取れんのっていうぐらい、1本100円とかでしょ。もう野菜の畑の近くで買ったら、もうすごいでかいやつでも100円とかで、白菜って言ったってね、スーパーだったら1玉600円ぐらい、4分割で売ってるからね、今4分の1が150円だとして600円ぐらいでしょ。だけど産地で買えばね、1玉こんなでかくてって言ってもね、200円ぐらいだから。まあ今年はちょっと野菜が安いっていう噂だけど、まあそれでもね、売れないよりはいいわけよ。のもうどんどこできちゃうんだから。だからそういう意味で言えばさ、お金のことだけ考えれば、油中、冬野菜は油中一色なんだよね。でまあ東京、まあここは東京近郊なので、まあ買う気になれば全国から大田市場を通して、野菜は全部手に入るんだけど、まあ近郊農業っていう意味で言ったら、そうだね、この辺りは大体できるものはもう油中ばかり。だから最近菊芋っての売ってんだけど、菊芋っていうのは菊科だから、農家の方も結局同じ科のものをずっとその畑で作ってれば、結果的にはね、その連作障害になっちゃうから、だから違う種類のものをまあできれば作りたいと思ってるけど、換金作物ってことになると、もう同じものばっかり作ることになっちゃうよね。だから例えばここはキャベツの産地です、嬬恋はキャベツの産地です、っていうことになれば、ずっとキャベツ作んなきゃいけないわけで、でキャベツっていうか油中のものっていうのはモンシロチョウがつくから、虫がつくので、まあ、農薬をまかなきゃいけないしね。まあそういうことがあって、まああるよという感じで。ちなみにね、4月の頃に毎年、まあ、遠足するのよ。4月の頃にね。でそれはヨモギ遠足って言って、ヨモギをまあ摘みに行きましょうねみたいな、のがあるんだけど、ここ2年ぐらい行ってんのは野川、成城からずっとその野川を、
国分寺の方に、国分寺の外線があるから、その外線に沿ってね野川が流れてるので、野川の、川べりで、よもぎ遠足をするとなるとね、うわーっと菜の花が咲いてるわけで、この菜の花も、食べれる菜の花と、食べれないって言ったらあれだけど、まあからし菜の花とってあるのよ。まあこれもまた改めて言うけどね、その葉っぱのつき方によって、もうポキッと折れる花の先、茎の上からの花の先をポキッと折って、それをパッと湯がいて食べるとねパスタなんかにするととっても美味しいし、野草があるのよ。それとね、まあだからそういう川べりなんかはいっぱい、その油中っていうのは交配しやすいらしくて、まあまあいいや、その花がね、だからこれも油中でしょ。あと浜大根って言って、紫の花をつける葉っぱがある、花があるんだけど、花っていう葉っぱっていう、まあ、雑草だよ。これは引っこ抜くとね、根っこが浜大根っていうだけあってね、大根ですよ。だから辛い。だこれもすりおろせばね、まあ食べれないことないっていうか、お蕎麦の薬味なんかにはできるんじゃない？まあそんな感じでね、冬野菜は油中って覚えてもらって、なるべく、その油中ばっかりにならないようにみんなもう気をつけてみて。だからもう一回言うよ、キャベツね、キャベツ、ブロッコリー、だからスティックセニョールみたいなのもブロッコリーだからね、ブロッコリー、そして大根、今これメモってる人いたりしてね、大根、カブ、白菜、ルッコラとかわさび菜、それと小松菜、もちろんチンゲン菜もそう、水菜、まあこういうものは全部油中だから、だから冬の野菜はいろんな種類を食べたつもりでも、まあ所詮は油中しか食べてないっていうことに、まあ、ならないように、他の、まあ、ユリ科とかキク科とかね、豆科、稲科、里芋科なんかを取るように、してみたらいいんじゃないかと思います。この道はいつも手をつないだね、拗ねたりおどけたりはしゃいだけれど、春になり夏になり、コートを着る頃、なぜだかあなたをそっと遠ざけた。夢中になるのが怖くなったのよ、無性の優しさも私には辛くて、
この道を曲がって小さな口づけ、あれから連絡も取らずにそのままプラタナス並木は涙色の風、10年と2ヶ月が過ぎたわキスから、ごめんねも言えずに幸せになれたの、あなたは幸せに暮らしていますか。ママはうずくまりないた、あなたはこの世に「した」